タチアナ・アナトーリーエブナ・タラソワは、ロシアのフィギュアスケートコーチ、振付師。多くのスケーターを後、我が根メダリストや世界チャンピオンに導いた実績から、金メダルメーカーと呼ばれ、2008年世界、フィギュアスケート殿堂入り。ロシア語読みでは、タチアーナ・アナトーリーエブナ・タラーサバが近い。選手として1964年冬季ユニバーシアードトリノ大会ペア優勝。 1965年世界選手権7位、1966年欧州選手権4位入賞の実績を残すが、18歳の時に怪我で引退。当時同じくペアスケーターだったアレクセイ・ミリシンとはライバル関係にあった。19歳でコーチとなった。主な教え子にイリア・クーリック、アレクセイ・ヤグディン、荒川静香、浅田真央、イリーナ・ロードニナ アレクサンドル・ザイツェフ、パーシャ・グリシュク・エフゲニー・プラトフ、ナタリア・ベステミアノワ・アンド・アンドレイブキン、マリナ・クリモワ・アセルゲイ・ポノ・マレンコ、バーバラ・フーザル・ポリ・オマウリツヨ・マルガリオラがいる。2005年の夏まではアメリカに拠点を置いていたが、現在はロシアに住み、ロシアスケート連盟の顧問に就任している。ゴージャスな毛皮のコートがトレードマーク。振付師としては、バレーの動きを生かした。 芸術性の高いプログラムや複雑で高度なステップで評価が高い。ありがとうございます。